はい、今日もドリー尾崎さんに新作映画について語っていただくこちらの動画ですが、はい、今日こちらの1本、どちらの作品になりますでしょうか。ああ、じゃあ今日はですね、はい。ワンダーウーマンあ、もう、1984。待望のと言っても過言ではない。これをね、でも今撮ってる はいはい。時にはね、まだ周りにいっぱいそんな見てる人いないと思うんですそうよ。ですね、まだ。うん。でもこれ公開された時にはもうね、映画も公開されてるんで、なんか新鮮なネタがぐずぐずに腐ってるかもしれないっていう、なんか気がしないでもないですけどもね、今ここの喋ってる時点ではすごくホットなそうですね。話ではあるんで、ね。まあ、多分これご存知の人は多いと思うんですけども、まあ日本は劇場公開。そうですね。アメリカは劇場公開並びに、あれですよね、HBO Max というね、配信サービスが配信で提供すそうるですと。ね。ね。まあ、作品は IMAX でも撮ってるんで、IMAX で上映するところもあるだろうと。ね。だからそれと合わせて配信もやりますよ。でも日本は1週間早く劇場公開しますっていう。まあ、日本はね、IMAX、あれですよね、HBO Max の、サービスの非対応のところですそうからですね。そうすね。ると劇場公開っていう、ちょうどこの間、ロバート・ゼメキス監督の撮った、あれですね、魔女がいっぱい。あれと同じような、ちょっと、上映の、ね、仕組みになってますけどもね。まあでもね、日本はね、劇場公開っていう、判断が正しかったと思えるような、非常にスケールの大きな話になってます。ね。まあ前回はね、ちょうど、ね、一時代前の大戦そうですのね。頃のね、あれの話だったんですけど、今回はね、1984年っていうね、これはこれでなんか微妙な時代だなっていうのが、なぜその時代なんだって言われても、まああのね、あれですよね、ダイアナ、ワンダーウーマンそう、ワンの。ダーウーマンのね、ダイアナはね、アマゾン族っていう長命種族そうですね。なんでね、長くこう生きていて、ね、で、こう、世を忍ぶ仮の姿としてね、キュレーターとして生きてるわけですけどもね。で、要するに、こう、その間に、ね、世を忍んで生きてる間に、こう、なんか大きな事件が起こると、ワンダーウーマンとして、ね、正義行動を行うっていうね、ちょっと孤独のヒーローでもあるね、ヒロインというか、そうですね。ね。で、今回、その1984年のワンダーウーマンの活躍っていうか、ね、それを描いた世界で、あれになってるんですけども、まあ、1984年って漠然としてるようですけども、時代的にはすごく、ね、一番大きいのは、まだアメリカとソ連の、ね、米ソ冷戦がね、そうまですだね。あった頃で、ね、あとは、だから、サウジアラビアのね、ちょっと油田の問題であったりとか、そういうところが結構話に関わってくるっていうところが。劇中に結構じゃあそういう話が出てくるわけですね。ねえ。でも、ダイアナはね、そこで、生きてて、孤独をね、生きてるんだけども、ある日、彼女の、元に、なんか、盗品というか、盗まれてきた、考古学的な資料がいっぱい出てくるんです。その中になんか、願いを叶えるっていう、石が、ね。で、最初はすごく滋賀にも書けなかって、なんとなく、願いをかけてみたらどうだみたいな話で、ね、かけるんだけど、その時に彼女が、願いをかけたのが、スティーブともう一度会いたいっていう、前作のクリス・パインそうが、ですね、ワンの方で。ね、だから彼ともう一度会いたいみたいな、ね。ところが、その石っていうのが、実はその魔法の石で、神の石というか、ね、考古学上的に非常にこのね、重要な石だったんで、その彼女の、思いは叶えられて、スティーブが1984年に蘇るっていう。だからなんであの時代にクリス・パインがいるのかなっていうのは、実はそういう伏線が、布石があって。なるほど、予告で出てたのにはそういうやっぱ背そ景があったわけですね。う。ところがその石っていうのが、実はちょっと問題で、ほう人類を滅ぼす元になっていたっていうね。だやっから、ぱりそういう人の、そう、だから人の願望を結局、ね、実現化させるんで、そうすると、その願望をかける他に、
2人人間がいるんですよ。で、その石油で一山当ててやろうっていう実業家の男がいるんですよ。マックスっていう男がいて、そいつがそのね、あの願をかけて、ね、あの俺をその石油王にしてくれっていうか、ね、世界の支配者にしてくれみたいなことを願望それかけてしまって、はいはい、でもう一人はそのダイアナ の、 あの同僚で働いていた、ね、あの女性が あれなんですよね、なんかダイアナに憧れるわけですよ、ね、あんなに社交的でね綺麗な女性に、私も強い女性に私もなりたいんだって言って、はいはい、その石に願をかけてしまうって、はいはいね、そいつがあれなんですよ、ヴィランのチーターになって、あなるほど、チーターそういう位置づけなんですね。そういう位置づけなんですよ、ダイアナと、ダイアナとそれからそのね、あの石油王っていうかあれですよね、実業家とそのチーターの三つどもえの、なるほど、そうなんですよ。でそのね、あの願望みたいなものがどん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 そのスペクタクルに話がでかくなっていくっていうで、願いを取り下げなければいけないんだよね、基本的にその、うん、あの、うん、あれ事態を収拾するためには、うん、でもね、あのダイアナにとってね、あれですよ、スティーブはやっぱりね大切な男性だったよね、うんうん、自分が長いこと生きてきて本当に自分の生き方にまで影響を与えてくれた男性だから、うんうん、ね、彼女は悩むわけですよ、うん、でもこの収拾のつかない状況をいさめるためには、だから自分の願望を取り下げなければいけないみたいな、うんうん、でもね、一方その実業家、うんね、彼はそのね、あのあれ自分の立場で、ね、そういう、ね、なんか独裁的な、ね、あの権力を持つみたいなところでね、うんうん、取り下げるわけにもならないみたいなチーターはチーターで憧れの存在になったそうだよね、ましてやあのね、あのダイアナはあれなんで、だからそのね、ダイアナと憧れて強い女性になりたいっていうのがだんだん肥大化していって、チーターになっていく。だからその3つのこのこう大きなうねりになって、ね、そのすごくスペクタクルに話が展開していくっていうところではね、今回は本当スケールのでっかい。なんか1作目だとなんか明確なヴィランが出てくるのが結構最後の方だったじゃないですか。そうだよね。あの神みたいな存在が。なんかこう、ストーリー自体はなんか結構すごいフラットに進んでって、なんか最後にドンってあるみたいな感じだったけど、そう考えるとやっぱり2作目としてこう結構一気にこう跳ねる感じはあります、だから今回はちょっとそういう意味では面白い位置づけになってるよなっていう、だから明確なヴィランではなくて、あの一番問題なのはその実業家のね、野心家での男なんで、だから彼がその権力を得るっていうところで、あのね、世の中をすごくなんかカオスな世界に持っていくわけですよ、ね、でお互いこの米ソ冷戦下の中でこの、あの、そのそれを利用して、ね、あの軍事的な問題とかそういうものっていうまではね、話をね波及させていくんで、だからそこでいくと本当にダイアナはどうするんだみたいなところで、そんな話をすると、でもダイアナのその個人的願望っていうのが一番なんか感情的なんじゃないかってちょっと思ったりもするんですよね。そうですよね、なんか男女間の恋愛みたいなところに落ち着いちゃっていいのかみたいな、ね、なんか世の中がね、こんななんかね、願いを叶えるみたいな、そういうね、あの悪魔の史跡を使っててね、それで願望を叶えたのが、お前はあのクリス・パインを蘇るだけでいいのかみたいなこれは非常に個人的な話じゃないのかみたいな感じもしないでもないんだけども、ね、でもダイアナは最初、物語の最初に、あのダイアナは彼女自身を試されるわけですよ、だからその嘘から真の英雄は生まれないんだっていうね、だからあの最初なんかこの競技大会的なことが始まって、あの行われてて、最初の物語の冒頭、そこ布石になってるんですけど、でその中であのダイアナはそうズルをして一等賞を得るっていうか勝利を得るところなんですけども、結局それはいや、それはダメなんだって、ね、嘘から本当の英雄は生まれないんだみたいな、それが後々の布石になっていくんで、願いでこう、そうだから人間の虚栄心とかそういうものっていうのを本当はここ試されてるっていうね、はいはいはい、その中でだからダイアナはどういうふうな決断を経て、ね、あの事態を収拾させるかっていう話なんで、だから一本筋は通ってるんですよ、なんか映画としてはなんかこう1以上に結構スッキリ見えそうな感じがありますね、
だから意外とね、なんかもうちょっと1984年っていう時代でこじんまり収まるかと思ったら結構スケールのでっかい話になってて、だから最初は1984年っていう割とヴィンテージな時代なんで持ってきたのかなと思ったら、キャプテン・マーベルみたいなもんかなと思ったんですそうよ、です最よね、初は。そうなってきますよそう、ね。キャプテン・マーベルも1990年代っそうていですうね。ね。だからああいう辺の時代に持ってくることで何かこう、キャプテン・マーベル的な展開なのかなと思ったらね、意外とそうでもなくて、1984年のその当時のカルチャーであったり社会情勢っていうものがうまくこう絡みついた感じでね、話に有機的にね、作用絡んしでていきくっそう。ていうのがね、結構そこすごい楽しいなって。まあカルチャーギャップみたいなものもね、あったりしてそこ面白かったりもするんですけどもね。まあスティーブだってね、あれですよね。第一次大戦当時の だからそういう人間が1984年って結構な未来になるわけですからね。その中で、いろいろ彼のなんか、このか文化的な隔たりみたいなもの、そういうものをなんかちょっと薬と笑わせるところもあるんだけども、そのやっぱり大きな要素っていうのは、その1984年自体の社会情勢っていうのが、なんかちょっとデストピアになりやすいみたいな、一つ間違えれば本当に人類の崩壊していくような。まあ1984ですからね、そそうのね。まあ、まささかしオく。ーウェルで、ジョージ・オーウェルの、ね、デストピア文学もありまですけよどもね。ね。まあ、でも意外とそういう絡みもあるのかなと思ったりもしてね。だから、まあ、そういう意味では体制社会ではないんだけどそうも、何か一つ世界が滅んでいくような、なんか危険的なものも含めて、だから1984なんだろうなっていうのはすごく感じたりもするんで、あとはやっぱアクションも拡張されてますよね。アクションもすごい拡張されてて、で、アンダーウーマンってやっぱり女性ヒロインっていうね、女性のスーパーヒロインっていう意味もあるんで、そうそですこね。は、それがすごくしなやかな、動きのしなやかですごく美しいアクションっていうのが前作の特徴でもあったんですけど、今回もそういうところではすごい、踏襲してる部分があって、ね、アクションがしなやかかつすごく力強いみたいな。ね、だからそこが前作を経由しつつさらに拡張されててっていうような作りではあるんですけどもなんか予告でやっぱり印象的だったのがチーターとのこう生身バトルみたいなところが、そうなんか前作だとやっぱこう最後のヴィランとのバトル結構なんかこう遠距離で能力ぶつけ合うみたいな感じのアクションで、なんかちょっとこう物足りないというか、ワンダーウーマンのやっぱああいうこう肉体美を生かしたこうガチバトルみたいな、なんか見れないのかなと思ったら、今回ちょっと予告でそれっぽいのが出てきて、おって思いましたいけや、アど。クションはすごく、前回よりも、ね、あれです。見せ場多くなってるんああ、で、いいですね。だから、より、その、しなやかな動き、かつ、まあ、非常に、こう、高速度撮影の、なんか、すごく、モーションの、ね、切れ味と、しなやかさと、美しさみたいなものっていうのが、より洗練されてる感じがしますよね。じゃあ、ガルガドットの魅力も結構前作以上に見れるみただ、その、みんなが見た後に戸惑うのが、その力関係っていうか、あれですよね。だから、ダイアナはこんなに感情的な女性だったのかみたいな。恋愛にそこに重きを置くような女性だったのかみたいな。まあ、それが重要な要素なのかもしれなくて、なんかね、自分みたいなガサツな人間にはそういうのこそ、なんか女性が一番感情移入する要素だろうとか思ったりもするんですまあけそうど、ですねえ。それはあれですよね。なんかね、自分がもう長い歴史の中でずっと生きてきてさ、本当になんか大事に思ってた男性が蘇ったり、それはそれで感情的で、ね、冷静でいられるはずもないみたいな気もするんだけども、でも俺からするとやっぱりあれですよね、その実業家の方が、ね、この世界を手中にしようっていう実業家の方に感情移入しやすいんじゃない？ お前の大変さはすごくよくわかるよみたいなね、もう奥さんにも逃げられてて、ああ、なるほ奥さんにも逃げられて子供が ど。ねえ、だからなんて言ったらいいんだろうかね、雰囲気としてはね、なんか同じ DC ものとしても、昔のクリストファー・リーブのスーパーマンの電子の要塞とか最強の敵、スーパーマン3とか4ぐらいの、なんかまあ当時の時代も合わせて、なんかそんな感じの、なんかおかしさっていうか、おかしいところと、あとはそのね、物語のポイントみたいなものがすごく懐かしく思えて、なんかスーパーマンの、
作品として、なんか その辺の、もともとでもね、あの DC の作品ってやっぱりスーパーマンの占める位置って大きくて、そうですね、ドナーマン、ね、何者でもないものがね、うん、そのヒーローになるっていう、はいはい、そのね、あのこう周りのね人々に動かされて、うん、ね、姿勢の人々に動かされて、一人のね、あの特別な力を持つ人間がヒーローとしての自覚に目覚めるっていうのがやっぱスーパーマンと、あと DC ものの立ち位置だと思うんですよね。そこ行くとやっぱりワンダーウーマンってそこをちゃんと、前作でもそうだったし、ね、前作もスティーブが ね、 彼の行動ね、世の中に何か大変なことが起これば何もしないか行動するかなっていうね、で行動することを選んだ彼ね、スティーブにこの感情ね、彼女はワンダーウーマンとして、ね、なっていく、うん、あれを、ね、見えるんで、はいはいはい、そこへ行くとやっぱりね、そのクリス・パインのキャラクターとしての重要性であるとは思うんですけどもね、うんうん、だから今回もそういう意味では本当に DC らしいというか、うん、なんかあれですかね、 DC らしさという意味では、あの DC エクステンデッドユニバースの作品としてはちょっとなんかあったりするんですよ、はい、なんか結構あ、ジャスティスリーグとか何かの連動っていうところでは結構やっぱ独立した話になってるんで、だから何かの布石になってるよっていうような、だから他の、うん、ね、あの DC のエクステンデッドユニバースの一本としてというよりは、ワンダーウーマンのまさに続編っていう、あ、先っていうのをやっぱりすごくキープしてるんで、しっかり作ってあるわけですよ、うん、だから何かそこで何か突然なんかフラッシュが出てきますとかそういうことがなるいいんで、あとは前回のワンダーウーマンもそうだったけども、はいはい、なんか今のその映画界における映画における 女性の立ち位置的なもの、うん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 、あとは社会的なコンプライアンスみたいなものっていうのをこの見つめた上でのやっぱり現代的なヒーローものにはなってるんだろうなっていうのがあって、結構そこがね、やっぱりワンダーウーマンの続編なんだなっていう感じもしないでもないですけどもね、まあヒーローが背負ってる部分っていうのはそういうところもあるわけですよね、うんうん、だからまあ前作のね、あのワンダーウーマンが本当にそういう意味ではスーパーマン的な DC の、ね、うんうん、あのスーパーヒーローが持つべき、その自分は正義の人間として、あの正義のキャラクターとしてどうあるべきかっていうところをね、この誰かとのね、普通の人々との関わりによって自覚を促されていくっていうところではある種凍結したテーマがあるんで、そこはやっぱワンダーウーマンの譲れない部分なんだろうなって思ってね。まあ演出もね、まあ女性監督ですからね、的にね、そういう意味では、うん、だから非常にこう前作らしいけども、前作以上に拡張されたね、あのあれですよ、世界なんで非常に楽しめる、まあ劇場であって、劇場で見て叱るべき作品だなっていうのが実感したんで、なんか続編としての面白さをしっかり備えた作品っていう感じがしますね、うん、だからあとはあれですよね、まあ多分これね、もう皆さんご覧になる頃にはね、もう結構見て同意するのか、お前違うよそこはみたいなことあれなのか分かんないですけどもね、ちょっとね、ぜひその辺を、ね、うん、まだまだあの、ね、劇場元気がないですからね、うん、まあ、うん、アメコミ映画も久しぶりですからね、本当だよね、やっぱりね映画館で、ね、しっかり見れるアメコミの新作、うん、なんか配信じゃなくて本当に良かった、これはやっぱ劇場でやるべきだっていう映画だとは思うんでね、ぜひ、うんうん、はい、そこをね、やっぱ皆さんね、見ていただきたいなと思ってね、うんうん、あのあれです、まあ今劇場公開中なんで、はいはい、ぜひ映画館に、皆さんね、足を運んでもらいたいと思います。劇場でしっかり見ていただきたいと思います。うん、はい、じゃあありがとうございます。はい、どうも。